いらっしゃいませー。心家へようこそー。はい、今回の動画は、とあるご報告があります。すいません。ちょっと、この謎の上下運動、非常に疲れるので、ちょっと、ここまでにさせていただきます。すいません。疲れた。では改めまして、ちゃんと今回の動画はとあるご報告があります。統合失調症当事者の会森の部屋のスタッフとして参加をさせていただくことになりました。イエーイ。こちらの森の部屋というのは何なのか。この森の部屋はメタバースを用いた統合失調症当事者の会となっています。メタバースというのはインターネット上の仮想空間のことです。この森の部屋とは、統合失調症の当事者の方々がメタバースを用いたバーチャルの世界に集まってコミュニケーションを取ったりする交流の場となっています。いわゆるバーチャルの空間を利用した当事者会というものですね。この森の部屋は統合失調症の当事者である VTuber 森の孤独さんが主催として行われています。この森の孤独さんがクラウドファンディングで募った資金でデザインされたバーチャルの空間にて行われます。この森の部屋は開催するにあたって医療者を含めた10人を超すスタッフが運営しております。メンタル系 YouTuber の会、通称ギルドの会長松崎朝希先生や内科医滝尾先生もスタッフとして運営されています。で、この森の部屋は最近 NHK 高校講座にてテレビで紹介されたと注目を浴びているそうなんです。そんな森の部屋のスタッフとして、お支えを受けたというわけなんです。もうこれは大変光栄なことでございます。いや、私ちょっとまだ実際にちょっとこの森の部屋に参加したことはまだないんですけれど、もう実際もし参加してみたら、まあ、私普段病棟の現場で働いていて、統合失調症の症状がひどい状態の患者さんを普段見ることが多いんですね。なのでこの森の部屋見て、症状が落ち着いている統合失調症の当事者の方々とお話を通して、まあその症状が辛い時、スタッフに看護師にどうしてほしいのかなというか、どういうことが一番辛いのかなっていうのを本当に聞いて、いろいろコミュニケーションを取れたらいいなぁなんて思っています。そんなコミュニケーションを通して普段の看護にも活かせていけたり、 YouTube にとってもいろいろと活かせていけたらいいなと考えています。ちょっと私なんかでお役に立てるか分かりませんが、一生懸命森の部屋のスタッフとして頑張っていきたいと思います。こちらの森の部屋についての詳しい情報は VTuber の森の孤独さんの動画や精神科医松崎朝希先生の動画をご覧ください。それでは今回の動画はこれで以上となります。またのお越しをお待ちしております。